自分全く差が好きないやん。イルカ見よるし。おーすげー伸びたまんまだ。いつ戻るんやろこれ。あ、そうそう、それで次妖怪お知らせた。で、ほい、ふぶき姫。こんな暑い日には今話題のベリーベリーソフト食べたいな。サンセットモールで売ってるって聞いたんだけど、今いるカフェにはないみたい。じゃあこのお悩みを受けます。みーたちが探してくるのに。ほんと？じゃあお願いね。サンセットモール地下のどこかで売ってるらしいの。私はサンセットモールのカフェにいるからね。うさささささ。みーに任せるだに。ベリーベリーソフトを1個買ってくるだに。結構近くに自分いるんじゃん。見つけに行けよ。それぐらい。まあまあまあ、でも協力してもらうためだ。頑張って行こうか。サンセットモール地下。嘘。あ、髪の毛が。髪、元に戻っちゃった。ま、その髪型の方がアユナらしいんじゃないか、アユナらしいんじゃないだにか。ですよね。そうだね。こっちの方が動きやすいし。まあ、あんだけの髪の長さあったらちょっと重そうよね。多少。サンセットモール、サンセット、はい、危ない。危ないよ。ちゃんと見ようね。どの辺なんやろ。あっちの方にマーク出とるね。またあれかな。あ、ほらほらほら、やっぱり。またあのトンネルを抜けていく感じだ。てか、基本的に買い物系はあっちってことか。はい、渡ります。ピュー、ピュー、この音どこでも鳴ってくれたらいいのにね。まあ、でも現実世界でも、あの音が鳴るとこと鳴らんとこあるけど。こっちじゃない。ほい、トンネルくぐって。いいね、今話題のアイス。おう、びっくりした。ベリーベリーアイスって言った？もういかにも美味しそうやん。ベリー系のアイスやろ？そのまんまやけど。あ、あったサンセットモール、あっこや。あ、結構でかそうやね。なんかおかしなところに来てしまった。ここじゃない。こっちだ、こっちだ。運搬なんちゃらかんちゃらって書いとった。業者さんが入るところってことか。お、来たぞ。サンセットモール。どっから入ったらいい？こっからか。サンセットモール地下って言ったよね。うわ、すげえな、広いな。迷子？迷子？なんてしっかりした迷子なのかしら。しっかりした迷子って何？私は迷子よ。パパとママがはぐれて困ってるの。早急にパパとママを見つけてくださらない？可愛げがない。え、そんな迷子やだ。なんか助ける気がそがれる。おーし。すげえ、超広い。こっち？サンセットモール地下1階。あ、この辺ってことやね。ここや、ここ、ここ。あった。いらっしゃいませ。買い物終わりにヒヤッと一息。冷たいアイスはいかがですか？買う。ここで、お、ベリーベリーソフト。ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリー、ベリー系の果実たっぷりなソフトクリーム。これを、くださいな。2個ぐらい、うわ、10個になった。ちょっと待って。2個ぐらい買っとこ、自分用と。ベリーベリーソフト2個で440円になります。よろしいですか？ほい。オッケー。まあ、自分用って言っても妖怪にあげるんやろうけど。ありがとうございました。またお越しくださいませ。おーし、これで、どこにおるって言った？あ、すげえ、お花屋さんとかある。1階におるって言ったっけ？え、1階におるとか言ったっけ？ちょっと待って、とりあえず矢印を頼りに進んで行こう。こっちか。サンセットモールドルフィンカフェ。いいね、いいね。何それ。え、超おしゃれやん。こっち側じゃないね。めっちゃいいやん。こういうとこ行きたい。イルカを見ながら楽しめるってこと？お
通った。もしかしてベリーベリーソフト本当に探してきてくれた？ほい。自分全く探す気ないやん。イルカ見よるし。ふぶき姫、ベリーベリーソフトにござりまする。誰？そうそう、これこれ。これが食べたかったのよね。そしてその喋り方は気にしないんだ。ふぶき姫のお悩みバッチリ解決。やっただに。やっただに。さあ、これでふぶき姫にも協力していただくよ。ルーレットボーナス。これさ、粗品以外当たったことないんやけど。そろそろ何かしら、ぽいよ。うえい、卵。粗品。ありがとう。ごちそうさま。はぁ、美味しかった。あ、そうだわ。お礼にこれあげちゃう。音楽アプリを手に入れた。あ、これで聴けるってことや、ミュージックカードやっけ。音楽が聴けるアプリだ。ありがとう。私のおすすめよ。ぜひ聴いてみて。へぇ、妖怪も音楽とか聴くんですね。やるだに。それよりも、吹雪姫、お願いがあるだに。そうよ、そうよ。カクカクシカジカ。協力してくれるだに。いいわよ。協力してあげる。それじゃあその時になったら呼んでね。オッケー。お、この場所にずっといるのね、吹雪姫。それじゃあ次。最後だね、これ。妖怪お知らせった。発電神。カメカメラの電化製品が、調子悪くておちょうち昼寝もできないんだよね。駐輪場に住み着いてる3匹のポンコツの仕業かな。ポンコツ。誰か懲らしめてよー。カメカメラっていう何？店があるの。じゃ、このお悩みを受けます。ミーたちが退治してくるだに。ありがとう、助かるよ。それじゃ、カメカメラで待ってるよ。わかっただに。ポンコツ、あと3匹だに。いいね、なんかこれ。LINE みたいな感じ。おーし、じゃあ向かうぞ。あ、こっちから出られるんや。あ、すげえ、お土産とか売り寄りやん。水族館みたいやね、なんか。カメカメラ、カメカメラ。お、あっこにも単体でカフェがある。あ、すげえ、イルカ。めっちゃ泳ぎまくりよりやん。いいね、いいね。てか、超おしゃれな街だな。ね。こういうところに住みたい。あ、こっち？え、こっちでどこなの？あ、駐輪場、これや。なるほどね。ここや。桜中央地下駐輪場。んで、おう、びっくりびっくり。やめてよ。やめてよ、追いかけ回すのは。迷い車たちが現れた。おっしゃ、チャージ完了。いけー。極太ウサビーム。立たせた。やっぱり必殺技でやっつけるのが一番かっこいいよね。イエイ。そしてあっちか。桜中央地下駐輪場。お、こいつ？もしや。違う？全然違うやん。なんでなんやし。んで、この辺りにきっとポンコツが。鉄のこけしを手に入れた。えーい。お。栄養ドリンクを手に入れた。お、栄養の用が。妖怪の用だぞ。え、全然おらんくね？出るし、こっち。え？ポンコツいないじゃねえか。全然いないんだよな、ポンコツ。バイクスペースとかにも別におらんやろ？おらんやろ？ポンコツが出てくるまで待たんとあかんのよな。ポンコツお、あっちになんか宝箱あるやん。拾っとこ。
ダンシングスターを手に入れた。びっくりした、ポンコツかと思った。見た目わからんけど、私。いやー、なんでなん。こいつらと一緒に出てくるわけじゃないよね。あ、こいつじゃね、ポンコツ。わからんけど。見たことないやつやけん。ほら、来た。え、かわいい。敵のポンコツの守り忘れ発動。守り忘れ。よし、それじゃあ行くぞ。入れ替え。つぶやきと、なんでなん。そして必殺技行くよ。叩け叩け。叩け叩け。なんか超可愛いんですけど。どう、溜まった。よっしゃ、チャージ完了。なんでバトってるん。なんでバトってるん。ミスやし。ミスやし。どういうことやねん。ほい、こっちに下がれ、口滑らしい。代わりに迷い車を入れたよ。そして、さあ、行け。溜めて、溜めて、溜めて。よーし、いっしゃい。チャージ完了。え、やっつけたぞ。やっつけたぞ。勝利。ポンコツ可愛かったね。思ったよりもだいぶ。ほい、だいぶレベルも上がったね。さあ、やっつけたよ。やっつけて、で、何？どこにおるん？ポンコツをやっつけました。こっちか。ああ、いいね、いいね。あ、カメカメラ。カメカメラはこっち。ここか。なにこれ。なんか変なキャラクターめっちゃ見よるやん、この人。カメとカメラでカメカメラっていう昔ながらの CM でおなじみのあのカメカメ坊やだよ。知らない？知らませんけど。知りませんけど。あ、すげえ。子供。ドコモのことかな。いたずらなポンコツたち、なんとかしてきてくれたわ。したよ。ほい、もう大丈夫。発電神、ポンコツ、懲らしめてきただによ。すごいね。そういえば、電化製品の調子も良くなった気がするよ。お、マジで？よかった、よかった。発電神のお悩み、バッチリ解決。ダニ？なんか街の人とかいっぱいおりすぎてさ、話しかけたい人いっぱいおるんやけど。お、古びたお守りゲット。古びたとか。神社に返せよ。さあ来い。真面目に生きる。お、粗品。卵を手に入れた。結局。ありがとう。これでまたゆっくり昼寝ができるよ。昼寝かい。お昼寝前に申し訳ないんだけど、ちょっと手伝ってほしいことがあるの。カクカクしかじか。お願いします。っていうわけなんだ。なるほどね。オッケー。ロケット作りに協力すればいいんだね。それじゃあ、また呼んでよ。それまで寝てるね。おやす。あ、そうだ。君にこれあげる。このアプリをだらーっと見るのが最近のマイブームなんだ。動画アプリを手に入れた。おお。動画アプリ？おお、これは楽しめそう。ありがとう、発電神。どういたしまして。じゃ、今度こそおやすみ。さっきのおやすみって言い終わる前に寝たんかと思ったし。これであとは、うんちくまだけだに。なんかみんな軽いノリで引き受けてくれたね。今朝の星占い、恐るべしだに。それじゃ、うんちくまに報告しに行こっか。よーし。このお姉さんなんかめっちゃもじもじしようやけど。スマホもファッションの一部なの。だからどんなに高性能でも見た目がダサかったらダメなのよ。まあでも見た目大事やね。綺麗なスマホを持ちたいっていう感じはあるよね。さあそれじゃあ、博物館へ行けばいいかな。さあ着いた。博物館。うんちくまー。う
んちくまー。仲間にしてきたよ、全員。おし、来た。お、みんな来てん。頼もう。お邪魔しまーす。来たったでー。やだ、ここ。なんか、ホコリっぽくない？すごいクマ。うん、ちゃんと揃ってるクマね。それにしても驚いたクマ。君たちなかなかやるクマね。それじゃあ、約束通り僕も手伝うクマ。おお、賑やかだな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。